マタイによる福音その時イエスは祭司長や民の長老たちに言われたところであなたたちはどう思うかある人に息子が2人いたが彼は兄のところへ行き雇用今日武道園へ行って働きなさいと言った兄は嫌ですと答えたが後で考え直して出かけた弟のところへも行って同じことを言うと弟は「お父さん承知しました」と答えたが出かけなかった。 この2人のうちどちらが父親の望み通りにしたか彼らが兄の方ですと言うとイエスは言われたはっきり言っておく朝税人や娼婦たちの方があなたたちより先に神の国に入るだろうなぜならヨハネが来て義の道を示したのにあなたたちは彼を信ぜず朝税人や娼婦たちは信じたからだあなたたちはそれを見ても 後で考え直して彼を信じようとはしなかった今日も一日お疲れ様でしたおやすみなさい